キャンプローズバーグに収容されていた日系人たちローズバーグの殺人とは第二次世界大戦中のアメリカ合衆国で起こった殺人事件である。1942年7月27日、ニューメキシコ州ローズバーグにあった日系人収容所キャンプローズバーグにおいて、年老小畑と広田、磯村の二人が射殺された。銃撃を行ったクラレンス・バールソン上等兵は、 殺人の容疑で起訴を受けたが、軍法に則っ,った手続きを経て、銃撃を行った旨を証言し、後に無罪となった。ニューメキシコ州南西端に位置するキャンプローズバーグは、司法省管轄下の敵国人収容所として設置された。建設は1941年の真珠湾攻撃直後から始まっている。キャンプは3つの区域からなり、それぞれにバラックと便所。 その他の施設が設置されていた。1942年6月初旬に送られてきた最初の収容者グループは全員がカリフォルニア州在住者だった。当時、彼らは FBI から潜在的な危険分子とみなされており、彼らの収容は国家安全保障上不可欠だとされていた。7月27日の事件はキャンプローズバーグにおける 最初の銃撃事件ではなかった。収容所の運営自体は、司法省の管轄だったが、サザンパシフィック鉄道の路線を利用した収容者の護送は、陸軍が管轄していた。陸軍では、地元住民の不安を軽減するべく、収容者らを収容所からおよそ2マイルほど離れた、ウルモリス側線にて下車させ、深夜から早朝にかけて、徒歩で移動させていた。 ニューメキシコ州歴史局によれば、以前にも、この行進中に逃走を試み、監視に射殺された者がいたとされる。1942年7月27日夜、ノースダコタ州法とリンカーン収容所より147人の日系人が、キャンプローズバーグへと護送されてきた。ウルモリス側線で下車した彼らは収容所への行進を始めたが、この時、年老小畑と拾った。 磯村の二人は、隊列の最後尾を歩いていた。彼らは二人とも50代の男性で、更新のペースについていくことができなかった。小畑の友人である広志愛沢によれば、小畑は16年間結核に苦しんでいたという。また、磯村の友人である福次郎星屋の証言によれば、磯村は、数年前に、ボートから落ちたために背骨を痛めており、ノースダコタ州の収容所でも常に、 猫背で歩いていたという。また、磯村は立ち上がった時にも体が震えており、走ることができなかったと星屋は語っている。行進を監視していたクラレンス・バールソン上等兵は、道路から離れていく二人の姿を目にする。公的な記録によれば、バールソンは三弾銃で二人を射殺する前に三十ヤードほどの距離から止まれ、と二度叫んだという。後の検視において、 それぞれの遺体の背中やや左の位置から9発の散弾が摘出された。これらの散弾は大きく広がらず着弾しており、銃撃が至近距離から行われたことを示唆していた。また、被害者の二人がトイレに行きたい旨を監修に相談し、断られていたことも明らかになった。このため、被害者らは要便のために道路を離れたのではないかとされた。公的な記録においては、 事件の天末について次のように記録されている。当初、バールソンは逃亡を阻止した英雄として扱われた。収容所に勤務するある将校は、二人の射殺に用いられたシェルを記念品として回収し、バールソンにこれは勲章にも相当すると語ったという。一方、陸軍ではこの事件を重く受け止め、すぐに捜査を開始した。 その結果、バールソンは恋活法に基づく殺人について、起訴を受けることとなり、テキサス州法とブリスの第8軍司令部にて彼を裁くための軍法会議が設置された。しかし、囚人が逃げようとしていたことと彼が命令に従ったのみである点を考慮し、軍法会議では彼に無罪の判決を与えた。すべての人が軍法会議の判断を受け入れたわけではなかった。 国務省にて残された覚書には、銃撃事件に関する陸軍の報告書を読むと、陸軍の銃撃に関する規定においては、ジュネーブ条約第54条が、脱走未遂の罰則として定めた拘束30日よりも、むしろ射殺を良しとしているかのような印象を受けるという内容が記されている。送還された元抑留者からこの事件についての情報を得た大日本帝国政府は、 アメリカ合衆国政府に対する公的な抗議を行っている。この講義の中では、歩くこともままならない高齢の病人が、軍の監視下に置かれつつも脱走を企てるとは、考えられないと述べられている。抑留者の狭松石崎は、収容所所長クライドランディ大佐が小旗と、磯村の射殺を命じたと主張した。石崎によれば、彼ら二人は収容所における、 労働環境への抗議を行っており、ランディは彼らを見せしめにしようとしたのだという。また、石崎は、銃撃事件の直後から収容所における強制労働が再開された点を指摘している。抑留者らは自分たちに課された労働が、ジュネーブ条約への違反だと把握しており、正当な扱いを求めて抗議を行っていた。彼らの訴えは、やがて第八軍司令部まで届き、 ランディの退役とキャンプローズバーグの閉鎖をもたらした。そして、抑留者たちは、キャンプサンタフェへ送られることとなる。現在、キャンプローズバーグ跡地には、史跡としていくつかの建物が残されている。ありがとうございます。